ゲオールギオス・ヤコビディスはギリシャの画家である。ミュンヘンで修行したギリシャ人の画家たち、ギリシャミュンヘン派の一人である。レスボス島のヒジラに生まれた。13歳の時、スミュルナの建築家の叔父の元に移り、働きながら学校へ通った。美術、特に木彫りに興味を示し、叔父の知り合いの商人の支援を受けて、1870年にアテネの工芸学校に入学し、 画家のニキホロス・リトラスや彫刻家のレオニダス・ドロシスに学んだ。画家として優秀な成績で美術学校を卒業し、1877年に政府から奨学金を得てミュンヘン美術院に留学した。ミュンヘンではルートビヒ・ヒフォン・レフツやビルヘルム・リンデン・シュミット、ガブリエル・フォンマックスに学んだ。1883年に美術院を卒業するが、 その後の17年間はミュンヘンで活動した。ミュンヘンでは子供を描いた作品で人気となり、パリやベルリンなど各地の展覧会で入賞した。女性のための絵画教室で教えた。1889年に妻を亡くした後、幸福な子供の絵を描くのを止めたとされている。1900年にアテネに国立美術館が設立されるとギリシャ政府から帰国を求められ、 初代の学芸員に任命された。1904年にニキホロス・リトラスが亡くなった後、美術学校の教授に任命された。この時、金十字勲章を受訓した。ギリシャ王室のメンバーや上流階級の人々から、肖像画の注文を受け、経済的にも成功した。1910年に工芸学校から美術学校が独立した時、初代の校長に任じられ、 1930年まで校長を務めた。ありがとうございます。